皆さん、こんにちは。株式会社ボールドソリューション事業本部の松本です。株式会社ボールドソリューション事業本部技術部のシニアディレクターをしております三國です。よろしくお願いします。お願いします。今日2回目ですけど、まあ、連続ですからね。はい、はい、お願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ボールドチャンネル。そういえば最近 IPv6 対応って見かけたんですけど、あれ IPv4、 IPv6 以外にもバージョンってあるんですかね。厳密に言うと IP のバージョンは0から15まであるんです。15もあるんですね。でも15も聞いたことないんですけど。そうですね。一般的には IP は V4 と V6、 これがデータ通信に主に使われているものなので、世間にはこの2つが主に知られていると。ただ IP のバージョンといっても別に新旧を表すものではなくて、0から15までそれぞれ何かの用途として予約されるための管理番号になっていると覚えていただければ大丈夫と思います。ボールドチャンネル。 IPv4 と IPv6 しか私は普段見ないと思うんですけど、三國さんは IPv7 とか IPv10 とか見るんですかね。いや、これは一般的にはもう IPv4 と IPv6 を使ってインターネット通信をしているので、4と6以外はほぼ使われないと、そう認識していて問題ありません。 IPv4 と IPv6 ってつまり何が違うんですか。簡単に言いますと、 IP アドレスの数が圧倒的に違います。 IPv4 は32bit で構成されているアドレス帯で、全部で43億弱あるんです。これに対し IPv6 は 128bit で構成されているアドレス帯で約340巻ほどあります。巻って単位なかなか聞かないですよね。かなりの数ですよ。そうですね、巻は兆の6個桁が上の値になります。なので天文学的数字だと思っていただければ問題ないです。それだったら IPv6 だけでいいと思うんですけど、ややこしくないですか IPv6 って。そうですね、最終的には IPv6 だけあればいいと思うんですが、そもそも IP のインターネットプロトコルというのは IPv4 が全世界に普及されてしまっています。このあと IPv6 に移行という形になるんですね。となるといくつか問題がありまして、おいそれと簡単に移行することはできないというので、今は IPv4 と IPv6 が共存している状態になったということなんです。じゃあ今から始める人ってみんな IPv6 で始めることになるんですかね。半分正解になります。ほぼほぼ今は新しい機器は IPv6 対応機器になっていますが、やはり IPv4 のまま IPv6 に対応できてない機器とかもあったり、ネットワークの中で IPv6 と IPv4 の通信を行わなければならなくなったり、そういった時があるので、 IPv4 の概念と IPv6 の概念両方が必要になるということになります。それでは IPv6 に全世界が切り替わるのってあと何年後とかになるんですかね。それはですね、わからないです。というのも全世界規模で進行しなければならない移行なので、例えば日本だけ頑張ってもダメなんです。全世界でやる、そもそも IPv4 が枯渇するという話が約30年近く前に発生して、そこからじゃあ枯渇した時どうしようかというので考えられた検討の結果が出てきたのが IPv6。実は最近の話じゃなくて、もう四半世紀前から IPv6 は存在していたんです。あ、そうなんですね。それでも現在の普及率、まあ、日本国内で言えばおよそ 30% とか 40% 弱とかという普及率にとどまっているにはいくつかの理由があります。その理由の一つは、まず枯渇してしまうであろうと言われていた IPv4、 これをどうやって枯渇させないか、どうやったらこの IPv4 で通信を実現し続けていられるかという研究も進んだんですね。その結果、プライベートネットワークというものを作って、その中でさらに34億弱の IP アドレスを生むことができます。 IPv6 ができてからプライベートアドレスってものができたんですかね。そうです。あ、そうなんですね。もともと LAN の概念というのがあったんですけども、IP アドレスは全てグローバル IP アドレスもプライベート IP アドレスも全てグローバル IP アドレスでやろうとしていたんです。43億あるから足りるだろうと今考えるとありえない話ですね。そうなんです、ありえないです。今はもうこんだけインターネットが普及していて、利用者の数が爆発的に増えてるじゃないですか。なので当時の足りるだろうといったものが全然足りなくなってしまった。そこからどうやって IPv4 を使った34億個のアドレス帯を利用してインターネットを続けられるようにするかといった研究が始まったわけなんですね。その中でプライベートネットワークというものを作っていって、プライベートネットワークの入り口にグローバル IP アドレスというものが一つあれば、プライベートの中には34億弱のアドレスを作ることができるので、グローバル IP アドレスだけが存在していればいいという形になったんです。またさらにそのグローバル IP アドレスを使った通信であっても、NAT、NAPT と言われるですね、 IP アドレスの変換技術というものが確立されてきました。それによって本来だったら不特定多数の通信なんですけども、
特定少数の IP アドレスに変換して通信することができるようになったわけなんです。今はもうどの家庭にもパソコンがあって、どの家庭もインターネットをつなげるような時代です。それだけの IP アドレスがどうして枯渇されるといった IPv4 で実現できているかというと、インターネットプロバイダーというですね、方たちが頑張ってくれてるんですけども、そのプロバイダーたちはグローバル IP アドレスというものを保有しています。プロバイダーの配下に要は契約した皆さんはプロバイダーのグローバル IP アドレスを使ってインターネット接続してるんです。戻ってきたグローバル IP アドレスからプライベートネットワークのアドレスに変換されて自分たちのところに届くということになっているので、実はグローバル IP アドレスをこれ以上増やさなくても一旦はいけるよねというような状況になった。じゃあ一旦は IPv4 で収まるかなって。そうなんです。今時点では IPv4 のアドレス34億弱の数あればなんとか回せるという状況なのですが、こちらはもう有限なのでいつかは枯渇してしまうと。なのでゆくゆくは IPv6 に移行しなければいけないというのは全世界で認められている事実なんです。まあ間ありますからね。そうですね、340間あれば全世界の人たちが多数使っても枯渇することはないだろうと言われています。しかしながらですね、2000年問題の時もそうなんだけど、やはり危機的な状況に陥らないと全世界規模の移行変更といったものはなかなか実現が難しいものなんだと思います。なるほどです、ありがとうございます。ワールドチャンネル、私でも IPv4 と IPv6 が混在している意味が分かりました。今日は三國さんありがとうございました。ありがとうございました。